本日はですね、ちょっと待って、やばい、まあいいか。本日はちょっと出かけるからメイクをしなきゃいけないのと、あとさ夜は配信できるかわからないから、まだわからない。その服って流行り？流行りかもしれない。こういう生地のバッグとかめっちゃ今持ってる人いっぱいいるよ。これ安かった、めっちゃこの洋服。よし、パティシエさんはねポキの真似をしたんだよ。ポキがこれ着てるのを見て買ってくれたらしい。直筆サイン付き生写真予約した。あー嬉しい、ありがとう。各年よし、サイン付き予約しました、ありがとうございます。皆さんもぜひぜひひ、最終おおほほ、宛名入らない、入らないで。宛名入らないからさ、こうリクエストとかも受け付けられないんですよね。だからあの別の時みたいな感じではなくて、あの別の時ポキのサイン入り生写真買ってた人はラッキーってことです。まあでも変わらずサインだけでも丁寧に書きますから、ぜひね、サイン
なかなかないじゃないですか、なんか特典とか当たらない限り。サインが、推しのサインが確実にもらえる手段ってなかなかないから、まあそういうのを、ね、イエイって感じで、ポキちゃんのサイン欲しいなって方はぜひ。今回は徹夜しません、絶対に。今回は徹夜はしません。あん時マジやばかった。あの別やばかった。なんか試供品使おうかな。もう本当にすごい量の試供品だからやばいから、本当にもうこんな、これくらいの缶、これくらいの缶が満杯になるぐらいの試供品で溢れてる。今日は下地とファンデーションを試供品でメイクしていく。そう、カンカンが夢の国のあのカンカンだから見せられないんだけど、マジでやばい。じゃあ全部じゃないけど、できるかな。全部じゃないんだよあれで。だいたいこういう試供品ってさ、1回の使用量より多いからさ、明日も使えそうだ。顎にしか目がいかない。だからもう3個ニキビができたの。不規則な生活とストレス。昨日の配信では
目立ってなかった。あれか、まあマイクとかこうやってたら見えないのか。それにカメラに映ると逃げるスタイルでやらせてもらってたから全然バレてなかったか。コスメデコルテ、多すぎ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 、出しすぎよこれは。もうこんなにいらないのよね。大杉蓮さんね。大好き。本当に申し訳ない。そんな、あの、誰がの、どう呼んでるんって話なんだけど、アンナという名で大杉蓮さんのことを、レンレンが出てるとか言って、大杉蓮さんがテレビに出るとテレビの前に集まるっていうありましたね。マジ意味わかんないけど、マジで意味わかんない。それは
絶対につけすぎファンデーションも。ちょっと物を取ってきます。待っててください。あ、やばい、今日ちょっと腹が出てんだった。いやー、よし、オッケ暑い、この部屋がじゃなくて。ああ、もう、隠して。見えないでしょ、見えないようにしたもん。やだよ、腹。よし、これで肌はできました。パウダーを塗る。いや、待って、このファンデーション素晴らしいと思うわ私。今日は下地からファンデーション、パウダーまで全部コスメデコルテ。空き缶の時はまあまだいいけど。もうなんか出さなきゃいけない状況になったらもうしょうがないってなるんだよな。
キカンのタンクトップ着ることにならない。今夕飯着てるよね、タンクトップ。あーなんか今日めんどくさい、メイク早く終わらせたい。てっとっと、あ、今日はお下げにしたい、髪の毛はお下げにしたいから、今日の お蕎麦に入れるお揚げは美味しいだって。マツコ、はい。でも私今日ワクワク、メイク自体は、うわ、飛んでた、メイク自体はめんどくさいけど、
瞬の花火とカップリング楽曲公演メンバーで披露できるといいね。やらないでしょ。選抜メンバーでやるよ、当たり前やん。 いつかなんかフェスとかでやるのかなって思うけど。やらんよ。だし私はちょっと負けず嫌いのひねくれ者なので、劣等感を抱いてしまう。そんなの私は。変なプライドが高い。ひねくれ女。人間味ありまくり、アイドルなのに。だらららあらら、だらららら、だら。
よし、目が終わったらちょっとは気が楽だ。まだマスカラやってないけど、お腹空いてきた。ちょっと今日はステージに立つわけでもないから、いつもよりナチュラルメイクです。昨日めちゃめちゃ濃かったけど、昨日はガチガチのメイク。今日のお昼ご飯はね、梨とスルメ。どんな生活だよって思わん？梨とスルメって。私はマクドナルドのハンバーガーの誘惑に勝ちました。梨とスルメってもっと食べたらだって。そうだよね。でもね、昨日なんかケーキをいただいたりとか、リリースの記念でおしゃべり会の日にタピオカを
飲んだりとか、そんな本当にキュウリしか食べてませんとかそういう感じじゃないの。なんかそんなに食べ物を欲しジャンキーなものとかを欲してないけど、胃に何か入れとかないと私はお腹が好きすぎる人間だからやばいぞっていう時はちょっと控えたりとか、牡蠣の誘惑にも勝ってるね今のところ。でも牡蠣ってさめちゃめちゃ栄養価高いし、そんなにカロリーないから食べてもいいとは思うんだけどね。なんかあそう、公演終わりだったかレッスン終わりだったかに、いや今日はラーメンだわと思ってラーメン食べたり、1日をトータルで見た時にやばすぎる食生活じゃなかったらまあさん、新潟の書店でさチコちゃんのさ写真集を見つけた方はぜひ返信とかこの配信とかX とかでもいいんですけど書いてください。一冊持ってるんだけど、新潟の書店で買いたいなって、ないのかな。教えてくださいね。新潟市じゃなきゃダメ。え、新潟市がいいかも。
買いに行くにも行けなく、他の市だと。新潟でもお目にかかりたいという感じですね。チコちゃんが写真集手渡しに行くよだって。え？違うの、自分で買いたいの、自分で。そう、あのネットじゃなくて新潟で買えるなら新潟でちょっと自分で買って次お会いした時にサインをいただくっていう。めっちゃ嬉しい。めっちゃ幸せもんじゃない私。あ、そう、あの特別配信の日にさ、なんか、まあ、自分で食べ物持っていこうと思って劇場に自分で用意した食べ物を持ってったんですよね。私はコンビニとかで売ってるお湯を注ぐだけでできる味噌汁とサラダチキンを持ってったのね。そしたらさ、まあ席的に目の前にいたのユーハだったんだけど、ユーハもさお味噌汁とサラダチキン食べててさ、で怖い本当にって思って、もういつもなんかそういうの起きる、同じことしてる。なんか同じタイミングで何の前触れもなく急に同じアプリ開いて、なんとかなんとかとかって言ったら、それがマジで、え、今同じこと言おうと思ってた怖みたいな時とか、なんかやっぱ一緒に過ごしてるとさ行動も似てくるんだよ。めちゃめちゃ恐ろしかった。あ、ルアンもなんか急に思い立ってお味噌汁飲んでたわ。
でね、なんかまず朝にユーハがめっちゃ美味しそうなお味噌汁見つけたんだよって、めっちゃ好きそうなみたいな、ユーナとユーハが好きそうなお味噌汁だったらしい。それで紹介してきて、売ってる場所まで教えてくれて、交換して一緒のあのお味見、二人でお味見めちゃ可愛かったよ。なんかまああれってお湯を入れて作るタイプの味噌汁だから、熱湯を入れて混ぜてっていうあれじゃないですか。湯は猫舌だから、そのお湯にお湯で味噌溶かして、あと水入れたの、すぐ飲めるように。でもユーハは全部お湯入れてとか言いながら飲んでて、マジで可愛いってなった。どんな顔してんのみたいな、めっちゃ可愛いんだけど。やっぱ水入れてくるとか言ってさ、薄めて水入れてさ、今日も可愛いね、大好きだよって言って、いつもありがとうって言ってる。多分私水たまりの誰よりも愛伝えてると思うわって言ってる。
にしよう。できました。はい、みんな言っていいよ。せーの、かわちありがとう。ということで私はもう出かけなきゃいけない。じゃあ行ってくる。壇上を呼びます。13位サムさん、ありがとうございます。12位カオさん、ありがとうございます。11位マサカさん、ありがとうございます。10位レックスさん、ありがとうございます。9位音速の貴公子さん、ありがとうございます。8位ビールバラさん、ありがとうございます。7位ディンヤマさん、ありがとうございます。6位タロさん、ありがとうございます。5位カジュポンさん、ありがとうございます。4位ミミレパパ、ありがとうございます。3位トマオさん、ありがとうございます。2位ハマッピさん、ありがとうございます。1位マコエモさん、ありがとうございます。今日も一日じゃない、今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。夜は配信できるか分かんない。帰ってきて時間があったらしようと思います。じゃあね、行ってきます。バイバーイ。